岩手県交通一の関営業所。岩手県交通一の関営業所は、岩手県一ノ関市にあり、主に、一ノ関地区の路線を管轄する岩手県交通のバス、営業所である。千枚屋バスターミナルを管理下に置く。千枚屋バスターミナルと共管。主要停留所を記載、ルンルン専用車両。震災復興支援で、都営バスから遺跡平泉町巡回バス。 ルンルン一ノ関仙台泉プレミアムアウトレット線、仙台泉プレミアムアウトレットと一ノ関駅前の間を結んでいた季節運行の高速バス路線。1日1往復が運行されていた。平泉中村寺号仙台駅東口と岩手県、西岩井郡平泉町の中村寺の間を結ぶ季節運行の高速バス路線。 2011年度は4月23日から11月6日までの季節運行であるが、岩手県交通は運行協力のみとなる。船下りコース、吉常コース一の関営業所管内路線図、岩手県交通公式サイト、2021年4月1日現在、同年6月11日閲覧。ありがとうございます。